久々の紹介になりますけれども、株主優待105個目の紹介は竹本容器です。こちらがホームページですけれども、名前の通り、主にボトルを作っている会社です。そしてこの企業は年に1回、自社製品であるボトルに入ったこのお菓子のようなものが来ます。注意するべきことは、この銘柄は権利月が12月なので、 間違えないようにしましょうそして株主優待が確か4月の半ばぐらいにはもう来てたんですけれども、まあ、動画作るのがめんどくさかったんでそのまま置いてありましたですので2か月遅れですけれども紹介しようと思いますでは早速開けてみようと思いますちなみに私はこういうお菓子ってまああんまり食べないので実家に置いてきました これは、まあ、浅草の雷おこしですね。あとは、この竹本容器の保有状態を説明しようと思います。買い付け日というところが書いてなくって、保有数が300になってますよね。それを具体的に見ていきますと、株価が下がった時に100株ずつ買い増ししていっている感じですね。その結果、平均取得単価を927円にしてはいるんですけれども、 その後まあコロナのせいもありまして、どんどん株価が下がっていきまして、現在のところ、えー、評価損が6万円出てるんですよね。まあ、この6万円っていうのは結構でかいですね。損益率で言いますと、大体20%以上のマイナスってことですからね。ちなみにこれは、竹本容器の5年間の株価のチャートなんですけれども、まあ、下がってきてますね。 まあ2018年あたりはすごく伸びてましたけれども、まあ、この銘柄の本当の実力っていうのはだいたい1000円前後ですので、まあこんなもんなんじゃないでしょうかね。そしてこれは1年間の株価のチャートなんですけれども、やっぱりこれを見るとコロナの影響が大きく出てますね。 これは過去6ヶ月間の株価のチャートなんですけれどもだいたいコロナが大騒ぎになってきたっていうのが2020年の2月の後半からですので、まあ、これをコロナショックと言いましたらそっからやっぱ落ちてきてますねあと取引量がすごく伸びており株価がすごく急騰したところがあるんですけれどもこれはアルコール容器の需要が高まったことによってストップ高になったんですよね。 ですが、その後は全然伸びていかずに残念ながら難品した927円を超えることがありませんでしたのでずっと保有していることになりましたとりあえずコロナウイルスのもう来てほしくないんですけれども第2波が来てしまった場合っていうのは株価が暴落すると思いますのでその時にもう1回か2回ぐらい難品して取得単価を下げていこうと思っています。 結局、私の場合は、損切りを一切しない塩漬け状態の株主ですので、そういう場合に最も注目するべき場所っていうのは、この配当金なんですよね。まあ、これは全ての企業に言えることなんですけれども、減収減益や赤字経営になった場合っていうのは、そんな配当金出してる余裕なくなってきますからね。ですので、今年はどうなるかちょっとわからないです。 まあ一時期に比べたらコロナの影響もだいぶ落ち着いてきてはいると思うんですけれども、まだまだ油断ができない状態だと思います。ですが、まああんまり深く思い詰めちゃうと心がすさんできますので、まあ気楽に考えてますね。まあまとめも何もありませんでしたけれども、これで株主優待の105個目の紹介を終わります。